ましょう。内山さん夢ありますか？いや、あ、サッカー選手。サッカー選手になりたい。今ですか？今。マジですか？いつからだっていいだろうが。いやいやいや、ダメでしょ。いやいやいや、遅くないわ。だってもう10代じゃないんだよ。サッカー選手。内山さん、言っときますけど、村瀬さんより年下ですからね。そっか、サッカー選手。あー、ごめんなさい。やばいこれストレスできてる。一番年長ですからね、村瀬さん。やっちまった、やばいな。まだ、うん、じゃあそんなサッカー選手という夢を僕も応援していきますので、他の人の夢も応援してもらえますかね。いいでしょう。ありがとうございます。じゃあメールを読んでいきましょう。お願いします、はい、それでは最初のお便りです。はい、コートネームちょっとだけ体調悪いさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？私には好きな人がいます。はい、先日その人が好きな女の子のタイプについて話していたのですが、はい、ショートヘアで元気な子が好きと言っていました。それを聞いて私は愕然、ショック。私の真逆の女の子じゃないですか。泣き。私はショートヘアが似合わないため、中学生の時から髪を伸ばして、今では腰にかかるほどの超ロングヘアです。すごいですね。性格はおとなしくて控えめで面倒くさく、元気とは程遠いです。好きな人のタイプの女の子になるべきか、それともそのままの私で接するか悩んでいます。好きな人のタイプの女の子にならなきゃ振り向いてもらえないような気がします。 お願いです、助けてください。なるほどね。じゃあ順番は僕、うん、あゆ、うん、ウッチーさんの順番で一言ずつエールを考えていきたいと思います。そうだね。じゃあまず僕のエールからやっていきたいと思います。はい、お願いします。あ、ではカイトくんのエールまで3、2、1。はい。好きな人のタイプを自分好みに変えちゃえばいいんじゃない？好きな人の前だからこそ自分らしく接した方がいいと思う。好きな女の子のタイプも聞いたんでしょ？もう好きってバレてる。おー、あー、確かに。そう、バレてる。いや、どうかわかんないけどね。え、今なんかすごい。まあまあ、鈍感主人公みたいな人だったらね。え、なんだってつって。寝てたとかありえるから。なってたみたいな。ごめん、寝てたって言って。聞いたことあるな。なるほどね。うんうん、あ、じゃあ、それぞれなんて言ったんだっけ？まず僕が、うん、まあ、好きな人のタイプを自分の方に寄せちゃえばいいんじゃない？うん、それすごいね。つまりその、タイプではなかったけど好きになっちゃった。そう。相当な魅力がないと厳しい。だ、魅力的になるためのそこの努力をしていけばいいんですか。あ、自分がね。なるほどね。僕は、好きな人の前だからこそ、まあ、自分らしくいた方がいいっていうのは、なんか、やっぱり、まあ、この人、おとなしいわけじゃないですか、基本的に。まあ、性格として。だったら逆に、無理にこう、元気に振る舞っても、ちょっと痛々しいかなって思って。もしかしたら。うん。それよりも、もう自分らしく接してって、その中で魅力発見してもらったりとかした方が、望みがあるんじゃないかなって思いますよ。確かに、気使ってるカップルっていうのは長続きしませんからね。だいたい3の倍数の、倦怠期。うん。3ヶ月に1回やってくる倦怠期に。ほう。ふっともう、気持ちが冷めちゃう。倦怠期が来るんだ。やってきますよ。すぐやってきます。そうなんだ。3週間に1回。初めの3週間、うん、次3ヶ月、うん、次3年です。へぇー。3週間。そこで分かりやすいっていう。分かりやすいっていうことが聞いたことありますね。うん、でも3週間が限界なんだろうね。多分、こう、取り繕うのが。そうですね。取り繕うのは本当に3週間で限界ですね。僕は一日だって取り繕いたくない。ちょっか。ずっと素の自分でいたいな。ウッチーさんは、はい、あれ？そう。え？え？え？いや、だって、今、好きなとこだったわ。ウッチーさんの、回答について掘り下げていきますが。まずさ、この何、こう、18歳女性って書いてあるけど、好きな女の子のタイプについて男女で話してるわけでしょ？うん、もうそれで十分だよ。それ楽しさたるやさ。これやばいぜ。バレーボールに明け暮れているというのにだよ。この18歳のさ、同じような年の子はさ、好きな子とさ、好きな子誰って、好きとは言わずにそういう話してるわけですよ。熱い！駆け引きがあってね。もうそれだけでいいじゃないか。ボールではなく会話のね、十分楽しいだろう。確かに、はい、確かに青春だ。もう楽しそうなので言うことはありません。だってすごい楽しそうじゃんそれ。新しい、もうそんな俺らできないと思 う、今だけですよ本当に。これいいわ。だって僕らのね、十分よ。っていうか、だからそれ、今が一番楽しいと思うよこれ絶対。付き合ったらもうつまんないよ。つまんないけど。結構それ夢奪ってますけど大丈夫ですか？わかんないよ。そうじゃないかもしれないけど、一説には付き合っちゃったらもう今がピークっていう可能性
前あの、あの頃が一番楽しかったみたいなね。遠足前が一番楽しいですもんね。みたいなね。想像してる時が一番楽しいかもしれないからね。そうそうそう、あ、じゃあ今のままでね。今が最高。踏み出すのはやめておきましょう。